iPhone スタンドを北海道に持ってき忘れちゃって。クトラーさんの何それ、クマちゃん可愛いんだけど、クリスマスのクマちゃんかな。熊本 JT さんプレゼントありがとう。え、すごいプレゼント。え、ちょっとさ、プレゼントの説明を求む。ピカチュウチュウも誰か、いろいろあって独り身になり、ゆうきりんを今まで以上に応援できるようになったで。え、複雑プレゼントの説明を誰か。マンスリーギフトって何。あ、雪だるまちゃんだ、嬉しい。シチューごはんさんもありがとう。え、何、誰かプレゼントの説明を。一発で察するゆきりん、さすが。え、12月限定プレゼント、そんなのあるんだ、すごい、めちゃめちゃ可愛い。え、どれがこのどれがだろう。あ、ねえ、かきぴーさんがいるじゃん。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、まだいる？ゆかりん、アイスありがとう。マッサン、プレゼントありがとう。フェリカさん、クマイジュありがとう。どこのさ、すごいラッピングされた可愛いクマちゃんは何？全然追いついてないよ。エルチキさん、こんばんは。なんか最近来てないけど大丈夫？すごいショールームのギフトでクリスマス感がマシマシマシだよ。え、そうなんだ、クリスマスだからめちゃめちゃ増えてるんだ。ゆきりん来たでありがとう。コニタもありがとう。ネットサイン会もありがとう。みんなネットサイン会買ってくださった方ありがとう。喉、喉聞こえるの？髪のコンディション良くないですか？え、本当？イエーイ、イエーイ。なんでだろう。今日も後ろからの配信ですな。後ろ相変わらずバカ長い名前書いてくれてありがとう。あ、そう、質問って何ですか。かきぴーさんさ、何でさネットサイン会申し込んだ？お名前。ネットサイン会海外からでも参加できますよ。これさ、もうちょっとさ高い位置からさ携帯を見られたいんだけど、パパのこの本たちを上に勝手に重ねて、お、いい感じ。翼さん、こんばんは。この本も、あ、ごめんねパパ。この本もここにあって、あ、ほらほら、上から見られてる。これは何、どこにあったのが落ちたの。いいや、後ろのなんとかのタペス通りがなくなっておる。あ、ほんとだ、ほんとだ、機関車のカレンダーがなくなってる。
ポスターだったっけ、なんかあったよね、そういえば。え、すごい、よく覚えてるね。ネットサイン会のやつ今 LINE ライブで見てるけど俺出てこないのよね。え、やっぱり私もさずっと探したの。え、カキペイで申し込んだ？何で申し込んだか言ってくれたら探すよ。北海道の配信久しぶりだから嬉しい。嬉しい？吉川優さんと佐野百合子さん推し。おお、本名晒した方がいいやつ。ああ、いや、嫌だったらなんか、インスタの DM とかで送って。返信できないけど 次の配信の時に確認しに来て。あ、プニさん、見た見た DM、ありがとう。ね、おやすみ。ね、にしてくれてありがとう。楽しみ。俺もゆきちゃんの DM に本名を送る。ケンタだっけ、なんだっけ。お、かきぴーさん畑沢、え、下の名前は、え、畑沢さんは書いてないな、下の名前かな。ゆうすけありがとう。ワイも念のため DM 送るね。いつも読んでるよ、愛のこもった DM 読んでるよ。中ごはんさん、ありがたく中途半端。ゆきりんの実家、読めない漢字。ピカチュウ DM 送ってんの草。あ、言っちゃダメだった？カウントと星投げお願いしますね。りょうさん、だるまありがとう。それは言わんとってな。あ、言っちゃった。 言っちゃった、ごめんよ。二人だけの秘密だったね。え、そのプレゼントめっちゃ可愛いんだけど、お部屋の、ありがとう。あ、そう、三宮、そうだ、私何か忘れてると思ったらその告知だ。関西行きます、イエーイ。だから言ったっしょ、この間お芝居の終わりでちゃんとチェックしとくんだぞって言ったっしょ。三宮行くよ。読んでるよ、みちさん、ありがとう、嬉しいよ。明日は、あ、マー君来てくれる？福岡来てほしかった、確かに。通りで関西の方々の顔見てたわけや。そう。なまけものさん、こんばんは。やめちゃん、こんばんは。だから、明日、札幌であります。で、関西来ます。ねえ、阿部ちゃんすごい、ベスト8まで。ナマケモノさん、ギフト？プレゼント？ありがとう。りょうさん、だるまありがとう。仕事終わりに行く予定だけど、天気悪くてたどり着けなかったらごめんね。ねえ、明日雪だもんね。トニーさん、え、嘘、嬉しい。ヒマハさん、ありがとう。え、クトラさん、いかんの？なんで？今日は雨だったよ。関西メンバープラス私っていうね。私、関西メンバーに紛れちゃいますけど、なぜか。行かせていただきます、関西。
なんでて HMV 三宮三宮か何年ぶりよねえ懐かしいシュガーベイビーかな。ジェムで三宮来たの覚えてる。覚えてる。なんまら寒い日だよね。風がビュービューでさ、その日にプレゼント解禁だったんだよ。あー、シノタン久しぶり。いや、Do you やで。え、Do you？ それ岡崎やで。あははは、嘘、すっごいどやって言っちゃった。めっちゃ恥ずかしいじゃん。なかったことにして。あ、尼崎だ、しかも。やばいね、そういうとこ。嘘、じゃあ私全然覚えてないや。 Do you believe です。じゃあ何年ぶりだべ。やばいね、そういうとこやぞ。知ってる知ってる知ってる。え、すごいドヤ顔しちゃったじゃん。へえ。あ、オンコロライブさん、ありがたこちゅう。地下のとこ、え、覚えてない。93年前に一丁。三宮わかんない。北海道寒い寒いよ。俺が生で、あ、間違えた、俺が初めてゆきちゃん生で見た部屋ぞ。そうなの？知らない、聞いてない。ダイヤガで思いっきり滑るゆきちゃんもかわいい。滑ってないわ。間違ったんだわ。セブンネットサインありがとう。こちらこそだよ。わかったよ、わかったよ。この間 AKB の990周年公演行ってきた。え、マジ？それはマジでずるい。なんで？どうして？当たったの？え、行きたい。勝った。チャリコこんばんは。死んだ思い出とともに消えていこうかな。なんで？なんでそういうこと言うの？コミちゃん100万ポイント達成。すごーい。当たったのめっちゃ良かった。え、いいなー、行きたかった。お仕事中に私物漁られた話する。漁った。でもお財布入ってなかった。嘘だよ。ストーリーかなんかあげとったもんな。何が？いや、先月のねフューチャーマジやばかったね。私録画で欲しいんだもん。欲しいんだもんじゃない、欲しいもん。マックが下で泣いてます。イベント来て来て。てかストーリーのなんだっけ、ひらかたかのとこすごかった。すごいっしょあれね。あのストーリーインスタでしょ。あれすごいよね。なんか妹が調べてくれてて、でめちゃめちゃ妹と京都旅行に行ってて、京都寄りだったから行けたんですけど、あのねすごかった。もう駅近だから行きやすいと思う。先月はあれあれあれ狂った、あれ慣れた。読めない。何度も見てる先月のシェル。え、どうやって見んの？あったかそうなニット、生であったかい。ワンピースニットなんだよこれ。かい？
今日雪めっちゃ止まってる。え、止まってんの私。え、止まってる。ありがとくちゅ。 YouTuber で見れんの。 YouTuber で見れんのか。 YouTuber で見れん、どういうことだべ。 YouTube では見れるかもしれないけど。肌プルプルな、いや一時期マジで肌荒れやばくて、髪の毛もやばくて、でもここなんか 2,3 日でちゃんとしっかりドライヤーしてるから調子良い。お肌も調子良い。ネットサイン会、ネットサイン会本当ありがとう。みんな撮影、撮影ってなんだ。シャンプーとか良さげの使ってた。シャンプーこだわるよ私。そう、押し出しポイント、あ、ランキング1位、ありがとうみんな、イエーイイエイ。うるさい、ゴジだ、ゴジるな。イエーイ。シャンプー何使ってんの。インスタに載せてるよ。くたら、花束ありがとう。嬉しいね、びっくりだよ、マジびっくりだよ。シャリンさんこんばんは、こんばんは。はじめちゃん花束ありがとう。梅沢さん雪だるまありがとう。陽太郎たこちゃんありがとう。草毛が治るシャンプーとかないの。いろいろありそうだけどね。でもこの前ね、あ、めっちゃこのシャンプーいいじゃんと思ったシャンプーあって、でもシャンプーだけで1万なんぼして、さすがにやめたこだわる私ではさすがにそこまでのあれはない、そこまでシャンプーに熱意はない。シャンプーの CM 狙ってほしい。無理だよ、高いよね、シャンプーにも。ほんとピンキリだからね、ああいうの。1ヶ月働いても買えない。それ買えなかったらそこの会社やめた方がいいよトト、ありがとう、プレゼント。はじめちゃんもハートありがとう。もぐらさん、こんばんは。だるまマッキー、ありがとう。ありがとう。ねえ。なんかさ、面白い話して私がするんじゃないの、みんながして。今日さ、目のメイクしてないから目つっちゃい、目がちっちゃい。すごいハートがいっぱい。千国さんピカチュウありがとう。今日さすがにね、メイクする気になれなかったさ。マジじゃない、まず5時に起きて、本当に朝かなって思うぐらい眠くて、あ、もうメイクやめたと思って起きて、で用意して出て、飛行機乗って、でね、あ、いいや、これ明日帳目で送ろうと思ってたことだから言うのやめた朝のツイートも早かったもんね。そう、しかもさ、朝早かったから
いや平日だけど朝早いからもう絶対座れるじゃんと思ってしたっけさ、もう全然座れなくて、座れないどころかちょっと混んでて、もう世の中の人はほんとすごいって思って、おっと照明撮ってへんから、なんで撮ってへんの、マジさ、なんでと思って、結局座れずに頑張って空港行って、それで飛行機乗って寝て起きたらついてて、うわまだ朝だと思ってママのお迎え回ってって感じ。今日コメントいっぱいで嬉しいよ。みんな見てるだけじゃダメだよ、コメントもちゃんとするの、星も投げるの、数も数えるの。ピカチュウチュウハートありがとう。あミカちゃんごめんね、結婚はしないの、拾ってくれるの拾うよ。ピカチュウピカチュウありがとうハート。ダメりょうさん、あと鳥さんマークも大事。エンタさん、エンタさん、数も数えるの新鮮な表現、なんて言うんだっけ、コメントじゃないカウントだ。北海道雪らしいじゃん、明日雪らしいね。はじめちゃん、あとはじめちゃん、はじめちゃんハートありがとう。影星さんこんばんは、ゴン電車を通じ、実家、実家だよ、全部人から褒めて、褒める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 、ねゆきの写真見て、見せてメイクしてもらったの。梅沢さんありがとう、中途半端、北海道お帰り、ただいま、今日もおめめが素晴らしくタイプです。本当おめめ今日何もしてないからちっちゃいよ、しかもなんかめっちゃ目腫れてんの今日、やばいブサブサでございますよ、ほら見て見える今日ブサなんですよ、お目目が腫れておるんですよ。可愛いでございますかしげちゃん、今日ブサでございます、だから今日自撮りしなかった、今日は調子悪いからマジラジオ配信にしようかなと思ったけどさすがにやめた。腫れても可愛いのは強いな、本当に言ってる、可愛いですよ本当、ともくん本当ですか、一般人に怒られるぞ、どういうことだ、本当にね、目が腫れてんですよ今日、こっちがさもうなんか誰の目みたいな、やだやだ見ないで、それでブサとか全人類的に回してるよ、回してよ、はじめちゃんありがとう、かわいいかわいい、もう一回本当ですよ、本当ですか、画面消えた、え嘘でしょ、マッチュ、コニーさんお金ありがとう、あ、ともよありがとう、仕事会最後まで拝見させていただきました、嬉しい、最後まで残ってくれてありがとう、かきぴー海岸してるよ、海岸してるよって何、しおりぴぴなら私のカード交換してください、いいよポン、ルナさんハートありがとう、おとよネットサインカーありがとう、こちらこそ早く見てね、ねえシャンプー見つからん、キールザスキンケアでしょ、スキンケア、あそういうこと、探してるってこと、インスタの、いつぐらいに投稿してたっけな、あのね美容室のオーシャンのっていう美容室さん、美容室があるんだけどの
方が出したシャンプーを使ってるよ。発売されたばっかりの時本当に問い合わせしないと、取り寄せしないと買えなかったけど、今多分買えると思うな。ちょっと落ち着いてると思う。愛してます。愛してますか。まだネットサイン会のアーカイブ見てない。見てないの。それアマゾンとかでもいけるやつ。わかんない、私あんまりそっち系手出さないんだよね。かきぴー、雪だるまありがとう。それひょっとしてお高いんでしょう。いや、シャンプーリース合わせてどんぐらいだべ、全然覚えてない。3000円とか、そんな1本1万円とかはしない。ゆきちゃんのお顔欲しい。パン。意外とする。そうそうそう。ララさん、エンタさんありがとう。ネットサインみたいありがとう。お、わかった ?25 分ぐらいからでしょ。あれさ、自分のネットサイン会ってさ、アーカイブ探すのマジ大変だね。みんなよく探してるって思うよ。マジで大変ね。思う。ルナタン、カキピーさんありがとう。今日何時までやる感じ。そんな長くはしないかな。そう、大体申し込んだタイミングで分かる。あ、そういうもんなの。明日はね、北海道のリリーベの前にね、北海道でのお仕事がいっぱいなの。頑張るぞー。おう、最初から見てたからとりあえず出番でスクショしてて。ああ、そういうことか。しっかり見た。しっかり見た。喧嘩中のともひろ。あとで睡眠時間削ってアーカイブ見るの。睡眠時間は削らないで。フェリカさん、フェリカさん真ん中ら辺だった気がするな。マックが泣いてる。もう最近否定しかされんけど、それでもアーカイブ見てる。見てる。ほんと今見たらシャンプー5000円ぐらいだね。あ、5000円ぐらいだって。全然3000円じゃなかった。ごめん。ごめん。今日は一番最後だった。ウィンク。ごめんなさい。献血ともひろ、そういうの言っちゃいけないよ。戦国さん、戦国さん花束ありがとう。ララタンハートありがとう。キョウちゃん、アーカイブみんな見てくれてる、嬉しい。今一生懸命働いてます。偉いぞ。頑張る、あなたを応援します。ビンゴ大会ね、私知らないんだよね。ねえ、トッチ、明日休み違うんでしょ。お仕事して。お仕事、12月は結城が勝つからごめんね。みんなボーナスペアでなくなります。ごめんって。またか。立川って外のステージか。寒そうね。そうなんだよね。自分のお仕事の良さを知ったわ。ウィニーさん、プレゼントありがとう。ファーナスを先に使ったともひろ、俺もか。どういうこと。
芝と頑張るぞ。おう。メリニーさん、くまちゃんありがとう。なんか面白いもんないかな。私の横には今ギターが3本あります。でもいやギターマジでね、もうね何年 4,5 年やってなさすぎてもう何もわかんない。本当にもったいない。ギター本当にもう 4,5 年やってないから何もわかんない。わかんなくなっちゃったよって。千人ありがとう。ロボのハッピーバーギター懐かしい。それな3本もあるの。3本ある。アコギが1本とあの普通のなんだっけ、それすら出てこない、ダメだ私が2つ2本持ってます。お、立川待ってます。ベース丸ある。お疲れって、ありがとう。マジでね最近やってない。ギターギターもピアノもマジで触ってないからもう無理。ギター弾いてる姿見たことないわ。スト生の頃はねライブで一回やったかな、そんぐらいだと思う人前でやったのは。お部屋すごいいい感じやな。本当こんな感じでございますよ私の実家は。 あの他の部屋もってことね。あー懐かしいでしょ。チェリーゆいさんのチェリーをやった気がする。おいしちゃったんだ、多分そうだった気がする。シャンプー道具やっと見つけた。まだ探してくれてたの、素晴らしいね。マックが泣いてるよ。ギター見ないなって。ギターはもうね本当に何も弾けないと思う。音すら合わせらんないと思う。落ち着きそう。落ち着くよ実家、帰りたくなくなるもん。ガチ恋、え今はガチ恋じゃないの？違う。やってみてよギター今。え無理無理無理、音すら合わせらんないと思う。アンプもね、アンプもホコリかぶってます見事に。アンプがホコリかぶってます。もうゆきちゃん実家おってから俺ら会いに行って来てくれる？一人に見え、何トッチはさいつから いつから付き合ってたの彼女と、でいつ別れたの？めっちゃ聞く。だってそんだけさ一人身になりました一人身になりましたって言われたら気になっちゃうじゃん。みんなで人の恋バナをしましょう。えぐるな。だって別に私からずっと聞いてたわけじゃないもん。左耳になりましたってめっちゃ言うから。2年くらい付き合ってて最後最近振られました。2年付き合ってて、2年、えしたらさ私にガチ恋ガチ恋言ってた時は彼女いたってこと？うわ最低だ。
私を二人目にしようとしてただなんて最低だな。え、でいつ振られたの？みんな面白いよ、面白いことになってきたよ。ちなみに今だから言うけど、ユーキリンでガチギレされたことある？あ、なんかさ、いや、それよく言われる。なんか彼女いる人、まあ、マヤさんとかみたいに、まあ今見てくださってるマヤさんっていうファンの方がいらっしゃるんだけど、マヤさんはめっちゃ何年もね、高校ぐらいの時からだっけ、なんか何年も本当に付き合ってる彼女がいて、もう結婚しそうなんですけど、でも私が阻止してる人なんですけど、その人はあの彼女にアイドルオタクをやってるっていうの言ってないから怒られないかもしれないけど、あのアイドルオタクをしてますみたいに言っちゃってる人で、彼女と喧嘩しちゃってみたいな人たまに来る。なんか彼女がめっちゃユーキリンのこと嫌いになっちゃったみたいな、私何もしてないのにって。そう、彼女、そうなんだ。え、トッチも、トッチはなんで、なんで私のことでガチギレされたの？他の女の子のとこ行くなって。ユーキリンと彼女天秤にかけてユーキリン取ったねって言われたの？奥さん公認、素敵素敵。違う、振られてそう決めた。あ、そういうこと？いつ振られたの？めっちゃ聞くじゃんってね。めっちゃ聞く。確かに嫁さんは言ってないね。だから数日前、数日前っていつ？1週間以内？辛い？今辛い？難しいものよ。重い、その言葉。振られた直後に札幌のイベント知ってめっちゃ病んでる。本当？ビール飲みながら見てます。ビール飲みながら見る配信に今最適じゃない？どう、みんなお酒片手にどう、この今の配信。かなちゃんゆきさんは顔面が素晴らしくよくて、こっちとら勝ち目がないので怒りたくなる気持ちもわからなくない。思いとか言わんで、あなた知ってるじゃん。そう、知ってるよ、知ってるから一言一言が重いなって思いってあれだよ、あの雪だるまちゃんが重いとかじゃなくて、その言葉が。俺も酒飲みながら見てる。おいいじゃないので、ともひろの彼女はどうなん。ゆうきりにいいねしてるのバレて裏垢作ったら、それバレてブチギレられたことある。あ、それはかわいそう。でも仕方ないよね、ガチ恋だったもんね。え、なんだガチ恋ってちょっと時期いたんか。ピエン、どんどん突っ込んでいくやん。けださん急にね、急に。でも知りたい、ゆきちゃんも知りたい。いいねも許してくれん彼女。許さないんじゃない、わかんないけど。知ってると思ってた。知らんよ。みんなの情報あんまり、そんなプライベートのこと教えてくれたらめっちゃ覚えるよ。でめっちゃ聞くよ。とってもお話したいわ、マジ聞きたいよ、ゆきだるまちゃん。いいねで束縛なんだ。まやさん結婚式で BFF 流してな。ジャムメン呼んで歌うよ。呼んでくれたら歌うよ。いや本名出身校バレてるやん。
どういうこと？あ、そっか、タマコマイの方か。ヨーケリンが彼女の立場だったらどう思う？何が？何がだろう。それは強すぎる。ヘイブレックスに招待状を送ろう。フューチャーさん、ユキダルもありがとう。ユキでもいいねを押されたら切れる。え、どういうこと？どういう状況で？考えるね、私今。どういう状況で？アイドルにいいねをしてたらってこと？ハキピー、ありがたこ中途半端。はじめちゃん、ハートありがとう。さすがにインスタの DM してることはバレてないはず。マジ？いいねか。どうなんだろう。むしろドロータに理解のある人と仲良くなりたい。ああ、そのカップルで現場行くみたいな感じってこと？え、トッチはなんで振られたの？めっちゃ聞く。めっちゃ聞くじゃんって。ほら、お酒飲みながらさ、今見てる人が多いからさ、あのおつまみを提供しないといけないから。めちゃめちゃおもろいって。ほら、女子が喜んでるよ、こういう話。お付き合いしてて他のアイドルを推してたらどう思う？どうだろう。嫌だと思う。嫌なんじゃない？誰でも。今日のショールーム楽しすぎる。ユキリンをしてることは浮気って言われてた。あー、なんかどうなんだろうね。でも私それめっちゃ言われるよ。あのなんか、え、 DM とかめっちゃ、え、なんかなんだろう、 DM とかでもらう。なんか彼女と喧嘩しましたみたいな、で原因はユキリンを推してることをバレましたって。だから多分あれだよ、そのトッチの彼女さんも、間違えた、元カノさんも。あれだよ、別に普通だよ。愛花ちゃんのところに行ったら浮気って言われるのどうすれば。それは浮気だよ、浮気だよって言うってことは多分私言うわ。今思った。怖い、言わないで。ゆきちゃんすごい束縛しそう。何それ。何の予想。大丈夫、最終的にゆきりん勝ったか。どういうこと。ケタロスが彼女いないの。確かにいないの。ケタロス本当になんかなんかガチです俺みたいな感じ言ってて、実はすっごい充実してそう。とかいう切ない。ユキリンは仕事してるときは放任してくれそう。放任って何。ユキリンに束縛されたい。それやばいよ。急にツイッターのリプとかしだしたの、そういう理由さ。そういうこと。ユキリン位置情報握られてそう。どういうこと。位置情報私が取得してるってこと、相手の。やばくないそれ、犯罪だよ。
すまんリア充やわ。おめでとう、バイバイ絶対 GPS リンクさせて。みんなの私のイメージ何やばくない、やばいんだけど、何それ、なんで。やばい、すごいじゃん私への偏見。なんでツンデレしそう。じゃあ俺はお帰りってこと。そう、トッチはお帰りフラれちゃったの。ええんか、俺はアウトしてええんか。ええよ、ええよ。夜になると突然甘えてきそう。だからどういうあれなのみんなの中で私はどういうあれなんですか。キリンさんのイメージ、ファン思いでいつも頑張ってる4期メンバーの目標な人。褒めすぎたかな。すごい、いきなり褒めてくれたエルチキさん、さようなら、また会う日まで、バイバイケタ笑うとコールのタイミングわからん時あるから困るリアルで笑った。ねえウォレットさんもすごいじゃん、ユキの偏見。雪だるまちゃんもお帰りして、お帰りして。ツンデレは意外と好きだから雪で安心して。いやいやいや、あのどういうことツンデレっていう話もしてないし、あのツンデレするとも言ってないしタプさんこんばんは。みんなの偏見、妄想したら可愛かった。ケタさん名前変えてる。え、名前変えてんの、どれ。自分では好きって言えなくてモジモジしてるのに相手が好きって言ってくれないと怒りそう何の、何その細かい妄想はすごいなんかわかんないけど恥ずかしくなってくるんですけど。メンヘラに痛い思い出あるから吉。え、教えて、どういう痛い思い出なのピカチュウ、教えて。次のターゲットピカチュウ。ニシアンありがとう、コチュウ。ユキちゃんファンの目線にも立ってくれる優しいアイドルさん。え、そんなことある。早くピカチュウ言いなさい。何、もう目が腫れすぎてさ、目が変。エルチキさんお花ありがとう。最近お宅の公開処刑多くない。うん、そんなことない。もうどこでもキスを強要されるし、めっちゃ電話してくるし、仕事中とかも。へえ、嫌だったの。嫌なの。え？ってことはピカチュウチューしてるんだ、してたんだ面白い。相手に GPS つけて LINE とかメールとか自分以外の女の持ってた中ちぎれ、夜になると突然思い出しそうだから何なのその、すごいな、なんかその妄想力すごい。人のことそういう想像できないんだけど私。え、してるとは言うって変で、ワイピアなんで。そうか、してるとは言ってないのか。ピカチュウのチュウはそういうチュウ？
そういうこと？ウォレットさんのさ、私のさ、何、想像やばくない？さっきから。ピカチュウの宙はそういう宙か。元カノが宙をいっぱいどこでもしてきそうになったっていう思い出の詰まった宙、ピカチュウ。これからじゃあ重みを持って呼ばせてもらうね。ピカチュウって呼ぶわ。面白いね。これのエピソードに勝つぞっていう人いる？いるかな。どこにでも、どこにいても競い要求って、どこ？例えば？例えばどこ？でもね、昨日ね、しおりちゃんと帰ってて話してたんですけど、改札の近くって絶対さカップル多いじゃん。めちゃめちゃイチャイチャしてるカップルか、めちゃめちゃ喧嘩してるカップルいるじゃん。私ね、絶対見ちゃうの、喧嘩してるカップル。なんかイチャイチャしてるカップルははいはいみたいな感じなんだけど、喧嘩してたらマジで見ちゃう、ずっと。あ、怒ってる。でこういう怒り方を異性にするんだって。でもどうせね、好きなんでしょって思って、めっちゃ見ちゃう。しおりちゃんが「ゆきさん見すぎですよ！」ってめっちゃ笑ってた。めっちゃ見ちゃう。ダメな人ですね、もう本当に。好きやから腹立つんや。前さん、さすが経験者の言うことは違うね。なんで？好きだから腹立つの？やばい、かなちゃん。女の人がキレてて男の人が尻に敷かれて飲めてるの割と楽しい。え、ピカチュウ名前変えてんの？どれ？だからケタルス本当にいなくなっちゃった？あ、これか。これか。すごいメンタルの持ちようだね。バイバイされて、ゆうきの音ケタロスにしてきたの。お前の目はカツオ節か、カツオ穴か、うん、読めない。カツオ穴子かな。あ、節穴、節穴って読むの。節穴なんだ。やばい、椅子が動かなくなった。待ちやった。よいしょ。次のエピソード募集中。今何時なの？この部屋時計ないんだよね。この部屋の悪いところ、時計がないところ。あ、結構時間経ってた。びっくりびっくり。あれ、まだやってた、見れた。まだやってるよって、言うてるよ。ねえ、エピソードないの？聞いちゃうよ、聞いちゃうよ。今、じゃあ今恋愛彼女いるゆーちゃんズは少ないんですね。まやさんとともひろと他は。今日何の会っていう話ですよね。
でもこの時間だからお酒を飲んで見ながら見てる人のおつまみです。ゆきりんは遠距離恋愛耐えれる派？分からん。レイいるの？レイいるの？あ、ピカチュウ？あれ？ピカチュウ？ピカチュウこれ？名もなき勇気推し？ピカチュウ！出ておいで。人らへんを、え、したっけ？マエさんとともひろだけやん。まえさんの恋愛事情は私めっちゃ詳しいと思う。さすがに言わないけど。でもダメだよ、まだ結婚したら。しげちゃんとかどうなの？確かに確かに確かに。まえさんの彼女は名前も知ってる。やばい、またハマっちゃった。助けて。よいしょ。ガクさん、こんばんは。キリンさんどうだ？キリンさん、やばくない？これね、やばくない？結婚しないわ。え、ともひろいなくなっちゃった？いなくなっちゃったの？まえさんとともひろ話してよ。今、あ、俺今フリーやぞ。フリー？本当？メモメモ。メモメモ。レイ、だるまありがとう。ハギさん、ありがとう、マクマ。ある日、森の中、ハギさんに出会った。ありがとう。好き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 。ありがとう。なんか久々にやったらめっちゃ恥ずかしい、これ。あ、アニーと誕生日一緒なんだ。やばい、これ聞かれたくないから潜ってる説あるな、ともひろとまえさん。萩さんありがとう、ビップありがとう。ユーニンだよ、いいよ、たち。あ、マイさんいた。何はぐらされかれたって。元アイスと結婚続いてるから次は誰かなって考えてる。確かに誰だと思う？ちゃんと見てるよ。あ、見てるのに答えないの？ダメだな。アイドルやってる放送。アイドルだよ。みんなの恋愛話を聞き出す放送だよ。次誰だろう、誰だろうな。ジェムはなさそうだな。ジェムはなさそうだな。本当に本当にないな、多分。誰だろうな、わかんない。誰だろう。ねえ、ちょちょ、あのララチ、あのもう結婚してる人はさ覗いて。あ、確かに勝田さんとかしそうだね。
あ、お風呂気持ちよかった。戻ってきた、ピカチュウチュウ。あ、ピカチュウチュウとかこんなにか軽く言っちゃダメなんだ。ピカチュウチュウ。あ、新井さんとか。おかこはまだ大丈夫。ねえ、それ、あのさ、たまにいるんだよね、カコチンファンの人で。カコチンって結婚しないよねって。この流れしないよねって。しないと思います。え、マジで自分面は本当にないと思う。とか言ってさ、明日誰か結婚発表したらウケるけど、ないと思うな。うん、誰だろう、他のグループの、うん、誰だろう、ディサピアね。確かになんかそういう人こそしそうだよね。ナーポン、ナーポンどうだろう。ジェム、森岡さんはジェム、ジェム混じれた？考えらんないの、誰一人。誰だろう。でも確かになんかちさみちゃんは早そうだよね。確かになんか、チャマン舞台仲間で結婚しようしそうやない。現スパガメンバーで誰が早いと思いますか？え、わかんない、本当にわかんない。だってさ、だってジェムでもさよく言ってたの、みんなで誰が結婚早いんだろうねみたいな、全員絶対結婚式呼び合おうねみたいな、いつになったら誰が結婚するんだろうみたいな、めちゃめちゃよくさ話してたの。もう考えられないねみたいな。でもうちら必ずそういう話をすると、ちさみが一番早そうだねみたいになるので、一番ユーキリン遅そうだねみたいになるのね、絶対。でもユーキリンかラナチン遅そうだねみたいな。でもさ、ラナチン一番になっちゃったじゃん。マジで分からん、もうどうなるか分からん。本当にね、誰かお嫁にもらってくれませんか？誰かもらってくれませんか？それさ、キララちゃん子供いるって知ってびっくり。嘘でしょ、もうすぐ1歳だよ。もうなったか、もうなったわ、なったか、11月、なったなったなったわ。なるなる。どんな人がタイプなの？ええー、わかんない、わかんない。金沢さん、夫オーディション、この間さその話をさ何人かのメンバーでしてたんだよね。まずアイドル辞めてすること、夫オーディション。チリン、そうしなって、いやマジでそうだねって。そしたらみんな応募してね、夫オーディション始めたら応募してね。応募してね、みんな。それでゼロだったら私泣いちゃうから。
練習だったね、おむす。参加資格とかあるやつ。参加資格は、不倫関係に当たらない人。可愛がってくれる人。条件って普通どういうもんなんだろう。結婚してからアイドルを追っかけない人。ウケるね。それはきつい。それはきつい言うな。それはきつい言うな。みんな落ちたざま。年収と関係あんのかな。オーディション終わりです。ウケるね。もししたら応募してね。食べ物の種類、趣味は気になりませんか。そうなの。待って、タン押しの俺残ってるけど、ケタロスはダメ。ダメ、そのなんかダメ。笑ってるみんな。卵焼きはしょっぱい甘い、どっち派？甘い。前も倒しやけどダメ。お芝居と優勝してから。あ、2000人ありがとう。あ、そうそうそう、勇気が100歳になって独り身だったらケタロス考え始める。家事とかやってくれる人がいいタイプでしょ。だからさ、しおりちゃんとウォルトさんの私への偏見がすごい。何の話ですかこれ。何の話。私よりさ、みんなの話は聞きたいよ。ないの、そのピカチュウ中の話に勝つエピソード。ないの。18引き過ぎて無理だ配信じゃ。どういうことだよ。ピカチュウさんのメンヘラエピソードは強すぎ。そう、メンヘラなんかな。ユキリンのストーリー見たらエムエムしちゃったよね。エムエムしたでしょ。え、あの4期の集合写真のことだよね。留学中のピュアの留学中の時のピュア話聞く。え、聞く。何。え、留学してたことあるの、ピカチュウ中。マッサラタウンとかそっちの方。どこ。うん、アフリカに6ヶ月行ったの。すごっ。
マザルタウン伝わった、よかった。すごいね、6ヶ月。何語なんだろう、アフリカって。パオンパオン。アメリカ？あ、アメリカだ。アメリカか。間違えちゃった。アメリカ？まあ、どっちも似てるか。アメリカ、アメリカ、アメリカ？アメリカ？ブッシュ大統領？あ、プッシュだ。あ、もう やめとこう。こういうことやの。アメリカ？すごいじゃん。で？いいの。え、それで？それで何何？ねえ、早く話して、ピカチュウ。アメリカに6ヶ月留学行ってて、それで何？え、え、え？もうコメントしてたよ、嘘でしょ。そんなこっそりしないでよ。付き合って半年かな、その時ピアを突き通してたら戻って2日で振られた。え、どういうこと？話が難しすぎるんだけど。付き合って半年かな、その時ピュアを突き通してたら戻って2日で振られた。え、どういうこと？どういうこと？え、話が全く分かんないんだけど。どういうこと？いや、意外に簡単やろ。え、どういうこと？付き合って半年。え、ちょっともう一回読みに行こう。付き合って半年かな、その時ピュアを突き通してたら戻って2日で振られた。付き合って謎なぞこれ。付き合って半年かな、その時ピュアをピュアを突き通してたら戻って2日で振られた。え、ちょっとよくわからないっす。なの謎なぞ。付き合って半年くらいな、お互い、ん？お熱い時にアメリカに遠距離恋愛になったんですよ。なぞなぞだこれは。で、それで遠距離恋愛になっちゃったから別れちゃったって話？あれ？何これ、何の話？どういうこと？アメリカとどこの遠距離恋愛なの？え、お付き合いしてました、半年経ちました、アメリカに行くぞ僕って言って行きます、で日本に行きます、遠距離恋愛になりました、バイバイってこと？何わけわっかめだよ。来たよコメント。嘘でしょ。だからなんで私がさ読んでない時にコメントしてくるのよ。留学中の半年間、いろいろな世からぬチャンスがあった中でもピュアに彼女を愛してたんですよ。え、な、何の謎なぞ。え、オチはどこ？え、どういうこと？やっと戻ってきた、これからやってなって日本に戻って2日後に振られたって話。遠距離恋愛になります、半年間バイバーイ、やった戻った、2日後にバイバイってこと？わからないぞ。あ、そういうこと？遠距離恋愛になってやっと戻ったと思ったらバイバイってこと？つらっ。へえ、払いて払いてっつって。そうなんだ、つらいね。でその後にお付き合いした人がどこにいても強引にチューしてきてすごい嫌で、そして今ピカチュウチュウっていう名前になっちゃったって話？
すごい引き出しいっぱい持ってるじゃん。その間にまだいるんですけど、まだいるの？やるね。すごいね。すごいね。すごいね。その間の人は普通だった？面白いエピソードないの？その間には何人いるの？どういう人なの？カチューすごいね、モテるな。モテるな。頭使ったからもうなんか椅子で遊び始めちゃったよ。その間にゆうきにはいくつグループ変わったのか。面白い話ないからやめとくよ。さてここで問題です。今のアメリカの大統領はプッシュ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 、なんかそっち系。え、そういうのはいいんだけどさ、そうなんだ。面白いね。モテるんだねピカチュウ中。まあモテそうだよね。面白い。他ラスト、ラストエピソードを飾ってくれる方ありそうじゃない？みんな始めちゃんとかめっちゃ急に当ててくシステム今画面見ながら来たって思って、どうせ潜るんでしょ。ともひろとかこの話しだしてから潜り出してるからね、知ってんだぞ。それとはもう見てないのか、どっちなんだい。はじめちゃんとか全く分かんないな、聞いたことない。確かにしげちゃんとかも聞いたことないな。写真も来たら面白い話してますね。でしょ、みんな好きでしょこういう話。見てるけど当てないで。当てる。ともひろ行っちゃおう、行っちゃおう。ともひろなんかないの面白い話。カキピ、カキピさんとかありそうじゃない？めちゃめちゃ。てか、いるでしょ今。勝手なね。勝手な急な。早く、はじめちゃん。てか、ともひろとか、いるんでしょ今。はじめちゃん、はじめちゃん本当に潜ったじゃん。じゅんすけとかもさ、いないな。いそうだよ、カキビーさんとか。なんか当てた人みんななんか潜ってくんだけど、やめて。まあ、当てられたらコメント絶対しなきゃいけないっていうルールね。カキビーさん、管理人さんって何の話してんの？嫁さんさっきから。おやすみなさい。こら寝ないで起きて。じゃあもう配信終わりにしよう。最悪だな私。面白いね。ピカチュウ中の中の意味を初めて知った。懐かしい。パパの昔の携帯が出てきた。なんかパパって感じ。すごい。すごい昔の携帯だよ。家族のプリクラが貼られてるよ。あ、すごい、いっぱいガラケーが出てくる。昔の携帯残していくタイプなんですね。
あ、ゆうきが小学校の頃使ってたメモ帳が入ってるよ。面白いね。俺も遠距離だった。そうなの、はじめちゃん。お、はじめちゃんが話し始めたぞ。いけ、ラストエピソード。どことどこの遠距離だったんですか。さあ教えてくれるかな。え、12時になったの。アニンとレイチャソー、お誕生日おめでとう。え、レイチャソーだっけ。レイチャソーだよね確か。レイおめでとう。ハッピーバースデーディアレイ。ディアレイ、ジアレイみたい。おしゃれ、タピオカみたいだ。おめでとう。ここにはいないってことはリア充してるのか。さっきまでいたのにいなくなったってことは。はじめさんの期待嘘でしょ。すごいな、かなちゃんちゃんと見てる。付き合ったばかりでいきなり海外出張に行かされ、かなぴー仕事戻る言ってたで。あ、ちゃんと言ってたのか。あ、ゆきりに誕生日の時おめでとうって言ってもらったのバレて元カノにキレられた。だってカッタチ。タイに出張行かされたの。みんなそういう系が多いんだね。はじめちゃんに集中して。集中する。はじめちゃん付き合いたてで海外に出張に行かされました。ぽーい。そして、そして、そしてあら、まだやってた。戻ってきた。レイおめでとう。今みんなでコメントでおめでとうって言ってたよ。レイチャソーハッピーバースデー、おめでとう。ハッピーバースデー。すごい、レイチャソがみんなにお祝いされてる。タイに1年出張。1年出張、出張のレベルじゃないじゃんねそれ。確かに、レイがさ48初心者だからさ。え、スリーまた流してるよ。嘘でしょ。どこだ。え、どこどこ。とりあえず1年行ってこい言うから来ました。1年行って。1年出張って大変だね。めちゃくちゃ懐かしい子がいる。やあやあやあ。え、もみ、え、もみあげさん。もみあげさんって、え、違うか。めちゃめちゃ昔の知ってるファンの方。違うかな。ゆうきに彼氏が1年いないとか耐えられなくてすぐ精神おかしくなる。だから私、え、もみあげさんだ。
もみあげさんかな。なんかさ、ショールームって本当に48時代の人との再会が多いんだけど、もみあげさんは本当にそのもみあげさん？違う？1年タイと日本の遠距離ってなかなかだね。本当やで、劇場でお披露目最初に見て握手なんか見て、えねえはハローえすごいんだけど、お披露目の劇場見てくださっ、やば、一気に熱い。え嘘でしょ、本当？すごいんだけど、はじめちゃんの話とすごい、はじめちゃんを見失っておるぞ。2年、うん、なんかすごい情報が今すごい多いんですけどえっ、お土産さん、ちゅんちゅん、2年の間会わなかったんですか。それな、ウーエもいるじゃん。ウーエってピッピー？ AKB 時代にめちゃめちゃ握手券をね、このウーエっていう人がピッピーっていう人と同一人物ならばね、この人はね AKB 時代に押してくださってた方でね、毎回個別握手会をねすごい丁寧にね、これぐらいのねとこに握手券いっぱい入れて毎回毎回来てくれてたの。え、はじめちゃんから振ったの？なんで？え、ウーエも久々じゃない？どうして？どうしたの？情報量が多すぎるんですが、私も今ここすごいすごいことになってる。でも私は聖徳太子だから、はじめちゃん、でもはじめちゃんってさ、想像つく、なんかなんだろう、さっぱりしてそう、良くも悪くも、めちゃめちゃかわいそうなことしたなと思った。なんかめちゃめちゃ、なんか逆にはじめちゃんが、おい彼女、僕の彼女こっちおいでよとかだったらちょっとイメージ違うもん。そんなやついない。いや、なんだろう、なんだろうチャラすぎる。いや、そうじゃなくて、なんだろう、なんかさ、はじめちゃんがさ、これも、あ、こういうことだね、偏見、みんながさっきから勇気にしてくる偏見と一緒だ、こういうことか、みんなごめんね。なんかはじめちゃんってなんか、なんだろう、さっぱりしてそうよくわかんないこと言ってんね、私。なんかさ、例えばその彼女さんがはじめってやったとしても、今大丈夫みたいな感じそう。それ偏見確かにこれだな、こういうことだ、偏見、分かったよ。さっきからしおりピピとウォレットさんが
私に対する偏見はこういうことだ。意外と何も考えてない意外と軽い気持ち。そろそろ終わろう。これからお風呂に入って寝て、朝は早起きして札幌に出て、なんかさ、もうちょっと札幌と苫小牧近づいてくれないかな。こことここぐらい。札幌に出てお仕事をたくさんして、本当にね、すごいの、すごいいっぱいね、リリースリリーベ前にするのお仕事、ありがたい。で7時からリリーベだよ。その遠いの、え、なまら近い近いんだけどさ、なんか近いけどって感じ。1時間半あれば着く。近いんだけど、バスで行ったら2時間ぐらいかな。近いけどさ、あ、実家に帰ってきてるってなったらさ、なんか近い感じするじゃん。もうちょっとなんか、てかなんだろう、汽車がちょっとめんどくさいって感じ。苫小牧から札幌まで車で移動したけど結構しんどかった。え、苫小牧から札幌車は楽よ、近いよ。よし、では金田さん、神戸リリーベいる気？いるよ、いるよ。ジムすぐ話できそうだわ。本当？しようしよう。最近中曜日だもんね。明日のリリーベ行きたかった。よかった、カキピーさんが。私カキピーさんに冷められたかと思ってた。よかった、今日いた。面白すぎてイベント中なら忘れてた。いや、それなんだよね、イベント中なんだよね。今みんな持ってる星投げてって言っておるよ。え、カキピーさんってミナルーさん推しなの？推しだったの？やばいじゃん、レイとめちゃめちゃ合うじゃん。休憩推し同士。え、ハギさんって大馬の主なの？ユキも大馬飼いたいの。それの同い年だし。え、そうなんだ、やば、それやばいね。個人では高くて無理。高いんだ。じゃあ、夫オーディションするときに条件に入れるね。おまさんを持てる人って。おまさんを買ってくれる人って条件入れとくね。はーい。嘘つけ。馬肉でもいい？馬肉は嫌。それやばいぐらいお金持ち。あ、そうなんだ。ポニーは馬に入りますか？ポニーは入りません。馬券はダメです。ポニーテールもダメです。
レンジャーソーありがとう、ありがとう、マクマ。ある日森の中レイチャーソーに出会った。好き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 、レイお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。馬になりました、結婚しよう。ダメ、いや偽物、いや。どうしたんだよね、笑うんだけど。レイチャソがクマジをしてみんなどうしたってざわざわするの面白いんだけど。レイどうしたの本当に。レイのクマは明日雪降るやん。だから明日雪なのか、こっち。タコにしたらよかった。タコ担当だもんね。生まれた。え、タコじゃないのか。そこ残念がらないの。必死に探してきた。偽物嫌。クマを飼ってる人ありですか？なし、なし。明日仕事休みたい。休んでよ。馬の好きな人参です。なしなし。あ、でも馬を飼ったら人参も飼ってくれる人じゃないとダメだから、条件追加、人参も飼ってくれる人。アホだな私。待って、笑った。もう全部買う、全部買う、それ買うやろ、アホやな。自分でもそう思うわ。ガチなんでアホだな私。人参は畑じゃなくて収穫したやつでいいですか？でも確かに馬に食べさせながら人参を売ったらもっと儲かるから、条件追加、人参の畑も買ってくれる人。なんだよ。ピカチュウ、ピカチュウ。ある日森の中ピカチュウに出会った。ありがとうワクワ。ある日森の中しげちゃんに出会った。ありがとうワクワ。しげちゃん、任せろ、任せろじゃないよ。畑ある、ほんと？だからつまり馬を飼ってくれて、人参畑も飼ってくれて、さらに、と結婚してないと。かけびんさんありがとう、くまたたま。噛んだ。かけびんさんありがとう、まくま。ある日森の中かけびんに出会った。好き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 、ありがとう、ありがとう、まくまって言ってますよ、かけびんさん。たまひろとしげちゃんもだ。どうして？ある日、やっちゃった、やっちゃったじゃないよ。ある日森の中たまひろに出会った。好き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 嫌い、好き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 嫌い。そうだよ、ありがとう、まくま。ともひろくんやめといて、すごいみんなに心配されてるけど、ありがとう、まくま。ある日森の中しげちゃんに出会った。好き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 、しげちゃんありがとう、まくまだよ。すごい、91年組が続けて
牧場を開いたよ。熊主になるよ私。熊主になるよ。95年組あ、95年だった。スルーされた。え、なになに。あ、ごめん。ありがたく中途半端。リブって何。クタラーさん、ハネタもありがとう。3000人ありがとう。95年ね、95年だった。95年でした。91年だったらゆうより年上になっちゃうね。95年か、区切りいいね。いい、いい子に育ちそうだね。私の妹も95年だよ。ペガジョジョコニタン、ありがとう。マクマ、ある日森の中コニタンに出会った、ありがとう。ではでは、終わるぞ終わるぞ終わるぞ。97の純介違うでしょ。97の早生まれ。え、90、井上と同い年の97で。あ、そうなの。そうなんだ、そんな若いんだ。01です。どうも。あ、もう見えない見えない。ウォレットとユキリンはどの学年くさ。え、嘘でしょ本当に。本当だ。え、絶対嘘でしょ。本当なのかな。昭和組が固まろうとしているぞ。じゃあこの辺で終わるよって言うてますよ。楽しかったね。明日もするから皆さん通知取っていてください。たのだった。それ恋愛のことについてみんな聞き出しちゃった人ごめんね。楽しまれてた。噛むいっぱい。楽しませてくれてありがとう。バイバイ。もみあげさん、もみあげさん、私大人になりましたよ。今はスーパーガールズでやってますよ。来てね。ネイル黒い、黒くないよ、黒くないよって。ランキングを読んで終わりますかね。じゃじゃん。りょうさん合ってる、重なってる、りょうさんかな。りょうさん12位、あれ13位だ。りょうさん、ありがとうございます。りょうさんはこの間のフューチャー付きの、個別イベントでこう来てくれて、
すごく嬉しかったです。最近結構仲良くお話しすることもできてめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとう。三好にでもいいからしてね。そして12位は、なんか今日すごいさ、壇上の名前がさ、かなちゃんかな、重なってるんだよね。ルナさん、ルナさんだ。12位ルナさん、ありがとう。ルナタンもこの前来てくれてありがとう。全員での集合写真でこう固く撮ったのがすごく思い出です。この間のね、ぜひ写真とか送ってください。ルナちゃんもいつもありがとう。合成写真めちゃめちゃすごかったです、ツイッターの。そして11位千田目さんかな、ありがとうございます。こうね、ちょくちょく私が配信するたんびに来てくれてめちゃめちゃ嬉しいです。こういつもたまにしかコメントくれないけど、コメントくれた時、あー来てくれてるってめっちゃ嬉しく思います。またこれからもちょくちょく来てね。そして10位だはギュッテしてさん、ありがとうございます。ギュッテしてさんもこうある日のこうイベントでこう見に来てくれて、それからこうちょくちょく見に来てくれてすごく嬉しいです。あれ、画面と切れてないか。はい、なのでまたこれからも来てもらえたら嬉しいなって思います。そして9位パさんかな、重なってるんだよな。パさん、パさんで合ってる、パさんかな、合ってるかな。ありがとうございます。すごい今日はなんか珍しいんですけど続いてますけど、こう配信するたびにこう見てくださってて、めちゃめちゃこう参加していくタイプではないけど、こうずっとなんかそっと見守ってくれてる印象がいつもあります。こう壇上にも上がってきてくださったということでね、いろいろ星投げとかもしてくれたのかな、してくれたよね。本当ありがとうございます。これからも配信していくので見に来てね、パさん、ありがとう。なんかちゃんと配信をちょこちょこする私についてきてくださってる印象があります。ありがとう。そして8位はフューチャーさん、やばい今日なんですっごい重なってんだけど、名前合ってる、合ってる、ん、ライブランキングで見よう。あ、何この機能、めっちゃ見やすい、重なってない、すごい、すごい機能がある。フューチャーさんありがとうございます。8位、フューチャーさんもこう配信をするたびに思い出が増えてっている印象で、こうなんだろう、私が配信したらいつもこう来てくださって、で結構ね壇上に上がってくださることも多くてめちゃめちゃ嬉しいです。これからもっともっとこう配信を通してもっと仲良くなっていけたらいいなと思います。結構もうね、もう付き合いめちゃめちゃもう何年も長いみたいな感覚で勝手になっておりますけども、もう何十年も一緒にいるみたいな感覚になっておりますけども、フューチャーさんこれからもよろしくお願いします。ありがとう。そしてあ、ここで見れるんだよね、コニタン、コニーさん7位、ありがとうございます。すごいなこのランキングの見方。コニーさんはこうスパが入って好きって気になるって言ってくださって、で一時はちょっと来なくなって、でも最近また構ってくれるようになって、会いに来てくれるようになってすごく嬉しいです。この間の個別もありがとう。もっともっとこう素敵なねアイドルになって、もっともっと好きになってもらえるように頑張ります。コニーさんありがとう。そして6位、ピカチュウ、ごめんなさいピカチュウありがとう。今日はねたくさんいじってしまったけども、なんか面白いお話とかいっぱい聞かせてくれてありがとう。そして場を盛り上げてくれてありがとう。お芝居とはね、せっかく11月に向けて試用会から育ててきた私サトシですけども、
ちょっと敗退してしまって、私までめちゃめちゃ悔しかったんですけど、12月は決勝戦で会いましょう。楽しみにしてるよ。ありがとうピカチュウ、いつも。あ、 DM もマジでありがとう。いろいろ心配とかかけちゃったけど元気だよありがとうねピカチュウ、いつも。そしてハギさん、ご意ありがとう。ハギさんも VIP 来てくれたりとか、すごくすごくショールームでこう助けてくださったりとか、あと個別もね来てくださったりとか、めちゃめちゃ嬉しいです。ハギさんとは最初めちゃネットサイン会から名前をこう覚えてって、めちゃめちゃ絵文字の難しい人だなと思ってたけど、こうショールームを通してもっと仲良くなって、さらにこう現場でたくさん来てくださってるから、こうどん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 距離が縮まっていくのがめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとう。え、合ってるよね。で4位レイ。え、合ってないよね。レイありがとう。お誕生日でお仕事中なのかな。お仕事中にもかかわらずこうして見に来てくれて嬉しいです。今多分お仕事に戻ってるのかな。レイ、レイに届け、お誕生日おめでとう。そしていつもスケーって言ってくれてすごく嬉しいです。レイはこの間のいないで言うとちょっとなんかなんだろう、なんかただ私が情報撒いてるみたいになっちゃうけど、この間 4,5 枚の熱い手紙をもらいまして、めちゃめちゃ泣きそうになりました。 AKB 時代のこととかいろいろこう書いてくれて、その時のこう記憶とか蘇って、めちゃめちゃなんかすごい嬉しく思います。そう、 AKB 時代は私が二押しだったけど、今こうして一押しとしてこう応援してもらえてるのがすごい不思議だけど、こうね、ずっと長い間、あ、いるじゃん長い間好きでいてくれてありがとう。お誕生日おめでとうね。素敵な一年にしてね。そしてともひろ、3位はともひろです。ともひろやっちゃったね、くまじゅう大丈夫。ともひろは言うことありません嘘です。最近個別とかこう配信とかでツンツンするのがマイブームでございます、ともひろに対してでもあの、まあ、それぐらいね信頼もしてるし、そういうことでございます。あの、なんだろうな、本当に不器用な人だと思うけど、でも本当にまっすぐな愛がめちゃめちゃ私には届いてるし、すごいきっとずっと好きでいてくれてるんだろうなっていう信頼感がめちゃめちゃあります。ともひろがご飯食べれなくなるのは嫌なので、ちゃんとお金のことは考えて、考えてると思うけど考えてね。ともひろありがとう、いつも喧嘩中だけど仲直りしようねしようね。次いつイベント来るのかなはい、そして柿ピー、2位柿ピー、柿ピーは2位ですね。柿ピーさんはこう私の中で急に現れた人だったんです。最初は急に、あ、なんか自分推しなのかなみたいな、でもめっちゃこう黄色振ってくれたり応援してくれてると思って、自分を知って知ってめっちゃ嬉しくてありがとうってなって、でこうお話ししてみたら、こう AKB のその旧期生が好きっていうのを知って、でさっき大場さん推しっていうのを知って、なんかすごい縁だなって思ってます。バスツアーの時がすごく印象深くて、あれでもっといろいろ仲良くなれてお話ができて、なんだろうな、もっともっとこういろんな思い出を作っていきたいなって思います。毎日ほぼ毎日こうリップとか送ってきてくれてたのに、急にこうパンってプツンって切れた時が最近あって、めっちゃ心配してましたでもこうして戻ってきてくれたのがすごく、戻ってきてくれた、まあ、ずっと応援してくれてただろうけど、リツイートしてくれたりとかはしてたから、
だからこうもっともっと好きになってもらえるように本当に頑張るからねって思ってます。95年組もたくさんいるので、ぜひこれからもゆうちゃんず楽しんでください。でもっと仲良くなってください。そしてネットサイン会のことはちょっとまあ本名送って登録してくれた名前をまあどっかでこうメッセージとして送ってもらってで探すので、次イベント来た時にそのお話をしましょうありがとうに。そして今週じゃない、今日の1位はしげちゃんでございます。しげちゃんありがとう。しげちゃんもう本当に先月もそうだし、毎回こうショールームとしてもそうだし、こうイベントとかもすごい支えてもらってるなって思います。こうアイコンとかもね、多分本当はがっつりゆめりちゃんにしたい時とかもしたい気持ちとかもあると思うんだけど、私のことも入れてくれてすごく嬉しいです。こうゆうちゃんずのみんなとも仲良くしてくれたりしてすごく嬉しく思います。こうなんかなんだろうな、まあ、ともひろとかれいとかその辺と仲良くしてるしげちゃんを見てすごくほっこりしてます、私はなぜかでお仕事終わりなのかな、スーツとかで一人でこうライブに見に来てくださったりとか、対バンに来てくださったりとか、そういうのを見てすごく、あ、スパガのこと本当に好きでいてくれてるんだなっていうのがすごく伝わります。ありがとう、これからも仲良くしてくださいはい、ということでこうその他の皆さんもたくさんのコメントとか星とか本当にギフトとか本当に本当にありがとうございます。ありがとう。そう、今日は AKB 時代の方の再会もあって、俺の知ってる時のゆうちゃんは、まずゆうちゃん呼びがまず本当に懐かしい。 JK だったからな、スパガでも自分らしく周りに影響されずに頑張ってね。ありがとう、頑張るからさ、また応援してよスパガ来てよ、応援しに来て。でまずフォローしたルームしてね。 JK ゆうちゃん知りたい。 JK ゆうちゃんはマジで芋本当に田舎娘で、本当になんかもうやばい、なんかもうね、こんな喋れなかったし、もっとバカっぽかったはぁみたいな、なんか本当無茶ぶりとか絶対しないタイプだったよ。ルームフォローありがとう。天国野郎のゆうちゃんがマジで JK、 それな、懐かしいね。天国ではでは、夜空にメリークリスマスでハーフツインしてるのでぜひぜひ見てね。ゆうちゃんの皆さんと仲良くなりたいです。してくれるよ、みんな。なぎさのチェリーのあっちゃんの後ろのゆうちゃんが小学生の頃からずっと好き、嬉しい。あれめっちゃ緊張すんだよ。前田さんセンターにいて、でゆうきいて、れなっちいて、みよりいて、こう前田さんがまあセンターにいるわけじゃん。で感想で私と前田さんがチェンジすんの。いや私前田さんの前で踊れないよみたいな、やだよ私消えたいよってめっちゃ思ってた、やだって、なんで私前田さんの前で踊ってんのって、マジ自分を叩きたいと思ってた本当に今だから言える話。ではではでは、バイバイみんな、バイバイ。長い時間ありがとう。明日早起きできるのかしら、できるかな。私今日も早起きで明日も早起きで、どうしようバイバイ、長い時間ありがとう、おやすみなさい。壇上の方々への声聞いてずっと変わらないなと思ったよ、おやすみ。え、 AKB の時にガチガチ押してくださってた方からすごい最後褒められた、嬉しい、ありがとう、また押してねバイバイ。私はずっと変わらないよ。
早くお風呂に入らなきゃ。バイバイ。